わけで今週もやってまいりました、沖田ひろむのラムラムラジオ。今週は92回ね、第92回ということで、残すところ、100回まであと8回ですね。8回というと、約8週分あるわけですね。ということは、まあ先ほどちょっと調べてみたら9月の第1週くらいまでかな。で、ようやくラムラムラジオも目標の100回、あの放送回数ね、100回に達することができるということなんですけども、これをどうしようかなというすごく迷ってるところがあって、まあ、続けていった方がいいのか、それとも100回もうキリがいいから目標達成したからここで終わった方がいいのかっていうところですごく迷ってはいるんですが、何かまあ反響があれば続けてみたいし、まあ、特にこのまんまだらだら、再生回数も稼げず、なんか自分のなんか自己満で終わってしまうんならば、これは100回でも終わらせてしまおうかなということで、まあどちらかに一つなのかなということで、まあいろいろ考えてますが、まあもしね、なんかあのご要望があれば、まあなんか、コメント欄にコメントしてくれたり、まあ高評価低評価、まあ高評価か、高評価だね、こういう場合は高評価とかね、アクションしてもらうとかね、まあなんかあればちょっと続けてみようかと思うんだけども、まあなければそのまま、キリがいいところで終わってみようかなということで考えてますね。今週はまあ、アルバムをね作ったんだけども、ちょっと漂流っていうタイトルがあのちょっとかぶりまして、あのシドっていうバンドの漂流っていう、シングルかなにちょっと被りまして、あこれいかんなということで、群青の漂流というタイトルに変えました。群青というのは何かというと、群青色、ウルトラマリンのうちのなんだっけ、詳しいこと忘れちゃった。まあ、つまり、群れると書いて青って書くんだね。で、まあ、いわゆる、まあ、簡単に、まあ、ざっくり言うと海を越えて渡ってきた少年の旅立ちの物語ということで、それはまあ旅立ちがテーマということで、まあなんかすごくスケールがでかいこと言ってるんだけども、これアルバム聞いてもらうと分かるんだけども、まあやっぱり日本にとどまらない、うん、なんかこうちょっと海外で旅をしてるような気持ちになれるのかなと思いますね、これ聞いていただければ。で後半ちょっとね2曲ほど、まあ時間があればあとまたかけてみようかなと思うんですが、まあ交互期待ということで、まあ、最近の僕はちょっとまあ、暑さのせいもあり、ちょっと、まあ、いろいろね、プライベートでいろいろちょっとありまして、モチベーションがなかなか上がらないということで、ちょっと、仕事はセーブしております。まあ、ただそろそろやんないとまずいなということで、まあ、今日から、この後、まあ、今ちょっと収録しているのが、今何時？あと2時、2時なんで、まあ、収録終わったとしても、まあ、3時くらいだから、まあ、ちょっと準備して、その辺ちょっと、なんか散歩して、ちょっと気分を入れ替えて、またちょっと仕事に臨もうかなということで、これ仕事しないともうやばいからね、もう今日10日でしょ。今月あと20日しかない。20日もあるじゃなくて、20日しかないだからね、ちょっと焦ってきてますんで、ガンガン仕事取ってガンガンでやんないとね。で、まあ、まあ、来週、明後日今日日曜日だよね。明後日は小平のよっちゃん酒場っていうとこで、小平駅前のね。で、7時から、夜の7時から歌うんで、もしよかったらね、近くの人、またちょっと興味ある方、来てみてはどうでしょうか。ちょっと誕生会で呼ばれてましてね。まあもしかしたら貸し切りになるのかなと思うんだけど、まあ、まあね、一人二人だったら入れるからね。まあ誰かもし、一緒にお祝いしたいなという方いらっしゃいましたら、まあ、知らない人なんだけども、まあ、ああいうね、ちょっと小平とか久米川とか、あの辺のローカルな感じはですね、なんとなくね、ご近所も友達みたいな感じの雰囲気、まあ、都心と違ってね、なんかローカルだから、そのお隣さんもね、その知らない人も、まあ、居酒屋に入ればね、みんな友達になっちゃうという、そういう雰囲気があるんで、すごく素敵な場所だなと思って、最近ちょっとちょこちょこ行ってますね。あと、狭山市とかね、新狭山とか、まあ、すごくローカルなとこなんだけども、すごく人情味あふれる、なんか擦れてない、なんつうのかな、客同士すごくオープンな感じでね。うん。まあ、やっぱり狭山市もやっぱり同じようにね、もう同席しちゃえば友達みたいな感じでね。これはローカルならではなのかな。こう、都心でこう、ちょっとおしゃれなバーでこう、ちょっとおしゃれな女連れてっていう感じじゃなくてね、こう、隣同士が仲良く、まあ、同じことばっかり言ってた、さっきからな。そういうのはなんかいいよね、やっぱこう、ローカル。これは僕の福島、
生まれ故郷の福島郡山もそうだしね、なんかいいね。じゃあ、一曲ちょっと そろそろかけてみよう。まだ後半じゃないけど、じゃあオープニングのこれインストなんだけど、北のこのアルバムのオープニング北の詩人という曲があるんですけども、これはインストです。すごい短めの音楽なんだけども、さあ今いざ旅に出ましょうというこの、感じの夜明け朝の、さあ僕は今日が旅に出るんだ、まあ、船で旅するのか分かんないけど、飛行機に乗るのか分かんないんだけども、さあ、海を越えてこれから旅をしようという、幕開けをイメージした短いインストなんで、ちょっと聞いてみてください。どういう風に皆さんお感じになるでしょうか。じゃあ、北の詩人ですね、ちょっと聞いてみましょう。こんな感じ、ちょっと間違っちゃった。まあ、こんな感じですね。まあ、なんていうのかね、最初は、このアルバムを作ろうと思った時は、サントラ版、なんか、俺が妄想して、こんな映画を作りたいなっていうのはなんか頭にあって、その、いわゆるギターを一本抱えて旅に出るシンガーソングライターの、その、ロードムービーみたいなのを、なんか映画で撮りたいなって妄想して、じゃあどんな音楽があったらちょっとそれっぽいのかなっていうのからこのアルバム作りが始まったわけね。でこれはオープニングなわけ。うん、まあなんかなんとなく映画っぽくない、ダメかな。でもう一曲いってみようか。これが、2曲目のですね、太陽の街っていうことで、いざさ、旅に出てヒッチハイクして、長い道のりを行くみたいなね、まあ、ちょっと、これも聞いてみようかな。あ、これちょっと頭足動かした方がいいのかな。よいしょ、はい、行ってみよう。狭い荷台の隙間の朝日に重たいまぶた無理やりこじ開けて、でこぼこ道をトラックは走る、東へ西へ町から町へと、地図のメモ通りに走る、運転手にチップを渡すと、グッドラックと微笑みくれた。肩に汚れたすすを払うと、新しい街の風が花をくすぐる、昨日の別れなど嘘のように、終わりのない旅が続く。
錆びたギターの弦を張り替えて、思いのままに歌い日銭を稼ぐ、陽気な街の喧騒もやがて眠りの準備を始める。明日はどこへ行こうか、何があるかわからない、終わりのない旅、虹が見えるか、ふうふうふう、なららら、はい、というわけで、太陽の街ということでね、アルバム2曲目のね、まあ、なんと言いますかね、こう、なんだろう、いわゆる、この間もなんかちょっとそんなことは言ったと思うんだけども、あんまり今回ですね、誰かの、になんか認めてもらおうとか、なんつうのかな、売れるとか売れないとか、あんまり考えなかったんだよね。なんかちょうどこのアルバムを作った時は僕はちょっと何だろう、気持ち的にちょっともうギブアップな時でございましてですね、まあ約1週間くらいかけてまあ作っちゃったんだけど、うん、やっぱりね、気持ちがねすごくハッピーな時にはねできない、なんとなくね色が出たかなっていう感じで、うん、なんかある与えられた時間だったのかなと思ってしまうよね、なんかね、すごくずいぶん長い間休んだんだけど仕事をね、でその間を使ってこのアルバムを作ったんだけど、まあ、なんとなくね、まああれはあれで休んだイコールまあ僕の中ではサボったってことなんだけども、サボったはサボったんだけど有意義な時間だったなと思うわけですね。でこれがたとえ売れようが売れまいが別にそれはそれでいいのかなって、一つの記録なんでこれはね、うん、まあでも売れるように努力はしますよ、それはこのラムラムラジオとは違ってね、ラムラムラジオはもう本当俺のプライベートのあれだから別に聞こうが聞かないが関係ないんだけど、まあ、最近ちょっとやばいなと思ってるよ、でももうちょっとね、もうちょっとみんな聞いてくれてもいいんじゃないと思う、もう再生回数1回とか2回とかもうこれではもうやってる意味がなんか今一つね、相乗効果も何もないわけなんですよ。うん。だちょっとこの辺は見直さなきゃなんないんだけども、このアルバムに関しては、まあ売れるように、まあちゃんと、ちょっとね、今ね、資金不足でね、ちょっと焼けないんだよ、CD を。それちょっと、今週中になんとか書き集めてたな。まあ、手作りでもいいんで、焼いて、なんとかしないとなと思う。来週ちょっとバーベキュー大会行かなきゃなんないんで、お仕事でそこで CD を売ろうかなと思ってるんだけども、その時にまあなんとかちょっと資金を調達して CD をコピーして、ジャケット作ってとやんないとね、物はできてるからもったいなくてね、うん、でこれはせっかく僕はなかなかちょっと苦しい状態で作った、ものなので、なんていうかな、なんつうのかな、苦しみの中の声だから、これ一つの記録だから、なんとなくね、なんかちょっと、売りたいなと思うんだけども、うん、なんかね、あんまり、うん、そう、さっきも言ったけど、受ける受けないはまた別として、これは今の俺なんだということでね、うん、
作品なんだけど、俺自体が作品だからね。そんな感じでなんとなくね、まあ、これからもね、逆にその、あんまり今乗ってるよ、すごいハッピーだよっていう時じゃなくて、ちょっと心の変化、ちょっとした変化があった時に、分岐点とかいろいろ、いろんな時、人生いろいろあると思うんだけども、そういう時に制作にちょっとこもろうかななんて思ったりしてね。で、逆にそうすることによって、前を向いて歩こうとか、ポジティブに行こうとか、そういう、まあ、好きだ、愛してるだ、もうそうだし、恋愛に関してね、そういう曲は溢れるほどあるんだけど、逆にもう内省的な、閉じこもって、自分、今の自分はどうなんだとかね、閉じこもってね、考える、人生とは、愛とは青春とかだね、そういう、なんていうの、もっとね、叙情的な部分をね、バンバン出していくとね、ちょっと、また唯一無二な世界が表現できるのかなと思ってね、ちょっとね、それはそれで楽しみだなと思うわけなんです。だからそう考えると、これから、まあ今も決してね、今リハビリ中ですけど、心のね、あんま仕事行ってないですけど、まあ楽しくやってますよ、それは。でも、それなりに。うん。ただね、これがまたドスンとね、自分の、なんとか心がね、折れかかった時とかね、ちょっと、まあ、なんて言ったらいいの、運気が下がった時って言ったらいいのかな、いろんなことを考えさせられる瞬間にまたポンとね、いろんなアイディアが出てくるわけなんだよね。不思議なことにね。だから不幸とかね、そういうマイナスな部分が必ずしもね、絶対悪いことだとは限らない。だから、また俺がそういう状態になることをちょっと楽しみにしてたりする自分もいる。変な感じなんだけどね。昔はちょっとありえなかったんだけど、俺はまた苦境に立った時にどういうものが、海が出るんだろうとか、それすごく楽しみでしょうがない。いや、辛いんだよ、気持ちはね。前に進めない。どうやったら俺前に進めるんだろう。もう、体元気なんだよ。体元気だし、声もすごくいい声出るし、いい歌も作れるんだけど、なんか前に行けないんだよ。ということで、こもるわけなんだよね。こういう風にね。だけど、こもった中でぐちゃ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 こう考えて、リリースした時になんか、あ、俺こんなこともできるんだ、こんな、なんか独特の色を放てるんだっていうことをね、発見するたびになんかこうちょっとね、いい意味での鳥肌が立っちゃってね、だからね、楽しみね、うん。まあもちろんそのハッピーになることも、もっとね、楽しみなんだけど、うん。ただやっぱハッピーになったな、なったらなったで、その反動があってね、どうしても。俺これ運命のリズムだと思ってるんだけど、絶対幸せになった後は絶対下がることがあるからね、うん、これグラフィックなのよ、いわゆる人間の人生で。だからやっぱりハッピーな時はハッピーな時になりの、やっぱ調子に乗らず、謙虚にね、人を大事にっていう風にねしていけばね、その反動は抑えられるのかなっていうね、不幸の反動はね、うん、なんてことを最近グダグダ考えておりますが、沖田ヒロム元気で頑張っておりますので、ご心配なく、まあ、誰も心配しないんだろうけども、うちの母親くらいでね、なんか電話よこしてよ、なんかすんませんなということでね、うん、まあいいんです、人間は孤独な方がいいんですよ。孤独な方がね、あんまりガチャガチャととを組んでもね、何もいいことはございません、うん、特にアーティストなんていうのはね、これは僕の持論ですけどね、うん、素晴らしい作品とかね、芸術だっていうのはやっぱり一人で作るもんですよ。孤独の中でもがいて、ということを最近俺ジミー大西を見て学んだっていうね。そんなのどうでもいいか。よし、もう一曲流して今日終わろうかね。これからどっかちょっとサイクリングでもして、 お散歩でもして、ちょっとテンション上げて、また、今日から仕事頑張ろうね。じゃあ、アルバムの3曲目のですね、この間ちょっと説明したと思うんですが、ビッグマザーという曲を聴いて今日はお別れしましょう。じゃあ皆さん、今日はどうも、聴いてくれてありがとう。また来週も聴いてね。じゃあね、愛してるよ、バイバイ。
ざ路地裏のおばさん、港の冷たい風と雲に困り果てた俺を、家に来いとそれだけ言って拾ってくれたビッグマザー、ビッグマザー、レンガ職人のジェイクも、ビッグマザー、靴磨きのトムも、工場勤めのサムも、みんなみんな息子のようなもんだと、自分のことはそっちのけでいつも優しく笑いかけてくれた。ビッグマザー、俺のギターに合わせて、おばさんの即興のソウルが響く。役者なドル札がそこに何枚か当たる。